川スズメですか。良いですな。おお、家康殿か。わしは運よく天下人になれた。じゃが多くの門を死なせてきた。それは供養塔ですかな。いやいや、それじゃ何千、いや何万も妻にゃんなら。イエス殿、わしの心の中にはすでに何万もの墓があるんさ。じゃがとどまっておれ。何万もの恨みつらみを抱えつつ先に進まにゃんなら、天下を守らにゃんなら。そうせんと墓がもっと増えてもな。いやあ冷たくて気持ちええの。秀吉殿、なぜそんな話を私に。加藤清正、福島正則が石田三成を急襲したとのこと。秀吉殿、利家殿が死ぬや豊臣の子飼いは分裂か。秀吉殿、あとはお任せを。小田原に北条を下し、秀吉は天下統一を成し遂げた。だが秀吉、そして前田利家が相次いで没すると、天下は再び大きく揺らぎ始める。天下の実力者徳川家康と政治の中枢を担う石田三成の対立が表面化したのである。そんな折、三成と密かに通じていた上杉家が家康に対して弾劾状を送りつけ、公然と反旗を翻す。家康は上杉討伐のため会津に出征。その隙をついて三成は畿内で挙兵した。三成挙兵の報を受けた家康はすぐさま軍を反転。天下を二分する戦が日の本の中央関ヶ原の地で行われようとしていた。天下統一の勝利、関ヶ原の戦い。この夫人、三成は勝った気でいよう。だが奴は知らぬ。わしがどれほどの重荷を背負いここに立つか。武技をなし、恩を踏みにじり、家臣の忠義を盾に生き抜いてきたは何のためか。いざ太平の世をなさん。戦の前に確認しておく。三成を撃つ決意に変わりはないか。なあ、頭でっかちはぶん殴んなきゃ目を覚まさねえ。だから先陣は任せてくれ。家康にもそう伝えろ。あ、でもよ、俺バカだからうまく言えねえけどよ、なんかまだもやっとしてんだよ頭。俺たちはずっと一緒だった。ガキん頃俺は三成を佐吉、
奴は俺を市松って呼んだよ。なんでんな奴と戦わなきゃなんだよ。てめえだって義継撃てんのかって聞かれたら、俺は家康様を信じ、家康様の目指す夢を信じている。だから余計なことを考えず戦うだけだ。てめえも清正も三成も何意地張ってんだよ。何我慢してんだよ。大人だからか。俺バカだけどよ、てめえら大概じゃねえ。すみません、あの、私わかります。その気持ち、私もその昔戦ったんです。友達と太平のためには仕方ない、そう自分に言い聞かせて。そうしないと悲しみに潰されそうで、差し出がましくてすみません。あの、辛いようでしたら先陣は私が。気遣いありがとうよ。でも三成だけは俺が殴らねえとダメなんだ。マジで喧嘩してマジで泣かしゃ、きっと全部元通りになる、なるに決まってんだよ。北条際が悪い。
なあ、俺もそんな殿の死諦めませんよ。最後まで色家と共に毛利の増援を止めよ。よし、これにあり。戦場に散った者たちよ、頼む、俺に最後の力を。三成、その執念敵ながら見事。お主の思いをも背負い、わしは歩もう。勝負は決した。さて、
俺からが本番よ。忠勝、西軍に味方した者はことごとく処分せよ。上杉毛利ら大大名も例外にあらず。は、正則清正など東軍についた豊臣恩子の大名はいかがいたしましょうや。多増せよ。ただし江戸城周辺や日の本の中枢からは遠ざけるよう国替えすべし。承知つかまつった。して豊臣家はこの戦に豊臣家当主秀頼殿は関係ない。よって放任しておけばよい。ただ西軍の大名を処分すれば、その大名に預けていた豊臣の直轄領もおのずと減る。遅かれ早かれ豊臣方から不満は出ような。それでよしと。無論よ、わしにもう迷いはない。忠勝、これより先の険しき道も共に歩んでくれるか。愚問。事の難に望みて引かず、聞かれるまでもないこと。すみません、どなたのお墓ですか？友の墓だ。今はこんなざまだが、そのうち立派なものを作る。そうですか。あ、見てください、椿の木がこんなに。きっと春になるとこの墓を囲むように椿が咲きますね。椿の潔い散りざまはあいつに悲しいほどよく似合う。あいつもきっと喜ぶ。私も手を合わせてもいいですか？戦乱はもう終わったのでしょうか？まだ豊臣が残っている。もう一波乱あると俺は思っているが。そうですね。でも私はもう国に帰ろうかなって思います。この椿の木を見ていたら、なんだか友達の墓参りに行きたくなりました。そうか、気が向いたらいつでも帰ってこい。